皆さんこんにちは、武田宿の川野です。清水です。今回は2024年6分の1終了のお知らせ。いや長いな。そんなにさ、なんか声高々にこの6分の1終わった、別にそんな6分の1のちょっとよくわかんないし、はい、これ何の発表なんですか。これまあちょっと今結果発表の浜ちゃんが今この頭の片隅にいましたけども、まあ、そんなことはどうでもよくてですね、6分の1、つまり12分の2、つまり24分の4、48分の8が終わったということなんです。より分かりづらくなってるし、しかもいやいや、まあまあまあ12ヶ月いって1年間ありますよねと、今日が2月の29日、2月が終わります、ということは12分の2終了したということです。集大力を変えたら1年間48週あるうちの8週間が終わったということですね、やばくねって話です。ちょっと6分の1って なんて言うんだろう、まあ、確かに言われた早いと言われればもう、あ、そんな経ったんだみたいなちょっと気もしますけどね。まあ実は1月末にもですね、12分の1終了しましたよというふうにお知らせしたんですけども、今回もお知らせしていこうかなと。このお知らせいる？何の通知なの、これは。何ヶ月終わった通知ですね。なるほど。武田塾チャンネルで毎月月末に来る。いるこの通知。まあ、ちょっと来月末やるかどうかはちょっと決めてない。多分やんないよもう。まあまあ来月末はね、もうね、受験って感じなんですけど。まあでもね、まだ言うて2月ヤンモードの人がいるんじゃないのかいっていうことです。まあだって2月ですよまだ、はい、まあまあ受験生はね、人によってはまだ国公立と後期とかね、受験続いてる期間でもありますけども、何度も言いますよ、受験から1年もう蹴ってるんですよ。試験本番ですから、試験本番はもう試験本番ですから、まあそのままですねそのままです、準備する期間っていうのは何度も言いますが、まあ実質12月までには何とか終わらせたいです。もちろんずれ込む場合はありますが、なるべくずれ込みたくないじゃないですか、ってことはもう12分の2終わって、6分の1終わってるということを自覚した方がいいです。皆さんが志望高校合格のためにやりたいことが100あるとして、その6分の1も終わってますかってことなんですよ。いやこれは難しいよ。だって受験生からしたらさ、まださ自分がどのぐらいのボリューム感あるかって結構イメージしづらいから、その6分の1終わりましたかって言うと、いやまあでも、まあ、確かにまだ単語帳も仕上がってないし、まあもしかしたらなんかヴィンテージネクステージもちょっとなんか仕上がったとは言えないし、長文もまだそんな初見取れないしみたいな、なんかまだうまく進んでない感ある子は結構多いんじゃないかなとは思いますけどね。まあ参考にですね、高田先生と3月末までに、まあ、難関大目指すのでハイレベル、まあ、ミドルレベル、最低限レベルみたいな話しましたので、まあ、それとかはね、まあ、短期的にはそれを参考にしてもらって、あ、自分今どこぐらいにいるわとかも見てほしいですし、あとはね、最近ルートの動画もゴゴゴと新ルートが公開されたと思うんですけども、それで大体全体量分かるわけじゃないですか、武田塾の参考書ルートプラス、まあ、その科目ごと、まあ、大学ごとの過去問演習しますと、それが大体総量のイメージですとの、まあ、ざっくりでもいいですよ、まあ、厳密に計算するの難しいと思うんでね、ざっくり今のところ進んでてほしいところまで終わってんのかな自分ってことを改めて見てほしいってことです。まあ、ということでね、もういやいやいや、もう1月2月と1年間のスケジュールを長期的に見て2ヶ月分やるべきことはやってきましたよって人はもういいんですよ。ただそんなに多くないんじゃないかな、気づいたら2ヶ月も2020年経ったんじゃないかなっていう人に向けてもうアラートをするだけの動画ですね。まあ、確かにね、年明けでね、よし今年はねもう受験のために頑張る1年するぞとかね、なんかね目標をね結構新年で立てた子も多いかなと思うわけですね、そのじゃあ新年に立てた目標だったり誓いを今しっかりと何かできてますかっていうね、それをちょっとね自問自答してもらえるといいかもしれないですね。そうですね、まあ、せっかくこのアラートに引っかかっていただいた皆さんには、3月になったらそうなってほしくないし、あ、また気づいたら4分の1終わってたってなってほしくないわけですよ。なので気づいたらすげえ時間過ぎてたってなっちゃう人がそうならないようにするコツを教えてほしいですと、川野先生、2月末が順調に迎えられた川野先生だったらそのコツ教えられるんじゃないですか。2月末、いやそりゃそうですよ、2ヶ月分頑張りましたよ、何かそんなアラートなんかされなくてもちゃんとやってきましたよ、ってなるためにはどうしたらいいかと思います。なるほどね、まあ、確かに今振り返ったらあっという間だったなとは思うんですけど、まあその、まあ、着実に進んできたなと思えるその理由としては、こちらのね三種の神器で紹介した、あのノルティの手帳ね、私も使ってるんですけど、やっぱそれでね少なくとも1ヶ月ごとの今月はこれをしっかりやろうみたいな目標を書いてあって、で一日一日そのやったことをねしっかり記録残してるわけですね、筋トレこんぐらいやったとかランニングこんぐらい走りましたみたいな記録がしっかり残ってるから、あの毎日はね、あ、ちゃんと積み上がってるなとか、あ、ちゃんと筋肉もついてるなとかなんか走れる距離やっぱ伸びてんだみたいなのとかも、あのちゃんとね自分で観測できるようになってるから、そうするとなんか気づいたら立っちゃったみたいな、何もやってねえぞみたいなことはないわけですね。あ、じゃあちゃんと毎日記録して、今日もこれだけやったぞが7回あれば、あ、なんか1週間ちゃんと過ぎたな、そうでそれが 4×4 あれば、あ、1ヶ月ちゃんと積み上げられたなってなりやすいってことですね。そうで、もちろんね時にはねできないこともあるわけ、なんか
どっかじゃあちょっと旅行行ってましたとかさ、うん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 、遊んでましたってなっちゃうと、うんうん、どうしてもできない日もある。でできなかったなっていうのもしっかり記録残ってて、はい、来月はねもうちょっと工夫して時間をちゃんと作ってこうできない日をもっと減らしていこうとかっていう改善の意識を持ってまた次の月の最初までにこう目標を立てたりするから、うん、それでまあ日々ね改善をねこうどんどん加えながらいろんなね自分の目標を作っていくっていう感じですね。なるほど、うん、じゃあ、まあ日々やったこととかを記録せよと、うん、手帳とかスマホとかいろいろあると思うんですけど、うん、ってなると、まあ、時間が過ぎてる感覚を持ちやすいっていう感じですかね。で記録をつけるだけじゃないんだよね、はい、しっかりとある程度目標をね設定しておく。目標セットがやっぱ大事で、目標なくさ記録だけ残してもとりあえずなんか今日はがむしゃらにこんなことやりましたってやってても、うん、だからどこに向かってるか分かんなくなっちゃう、うんうんうん、だからまず自分がこう目標をしっかりとセットする。それは今見てくれてる君にとってはそれは最終的には志望校合格だろうし、うんうん、じゃあそれをこう逆算してね1ヶ月単位に落とし込んだら、じゃあ今月はこの参考書とこの参考書をこのぐらいやろうみたいなね、そういう具体的な目標に落とし込めるといいですね、うん、そうですね、うん、やっぱりあの私もよく時が過ぎ去るのが早かったりすることが多いどちらかというとタイプなんですけども、はい、あの毎日に一生懸命になりすぎちゃうって言ってわかりますか、うんうんうん、もう今日の全力を尽くしてですよ、もう今日しか見てないですよ、うん、よくて明日の午前中までしか見えてないですみたいなね、うんうん、あのこの計画性の話しましたけど、はい、まあ、そんな人に多いんじゃないかなと思うんですよね。確かにね、まあ、日々は頑張ってきてるんですよ、うん、頑張って生きてるんですけど、うん、気づいたら終わってるんですよ、うん、いやだからこれはあのスケジュール立ててる人も同じなんですよ、はい、一生懸命毎日を生きてるんだけど、うん、ただやっぱ自分がどこにいるかを見失いにくいの、うん、だから地図を持ってちゃんと一生懸命走ってるみたいな感じね、うん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 、ノンスケジュール型の人って地図なくさあのとりあえずさいつまでにここに到達するぞっていうルートに沿ってこう走ってれば、うん、気づいたらもう3日経ってましたみたいな、はいはい、どこいるんだ今ってなりにくいってことですね、うん、そうなんですよ、うん、気づいたら27歳になってたみたいなことになっちゃうわけですよね究極で、うん、ならないためにはしっかり目標セットしてスケジュールを組んでそれに合わせて動いていくとねいいのかなと思いますね。目標を立てない人生も楽しいんですけど、うん、その期間で何か達成したいんだったら、うん、目標を立てつつ長期的に俯瞰してみる方がいいねっていうのはありますよね。そうですね。ちなみに、まあ、一応コツは把握してるんですよ私、うん、はい、でポイントとしては以前のところのバーチカル型みたいな話しましたけど、はい、うん、バーチカル型の手帳とかを使ってるとその手帳を見てる間は1週間が俯瞰して見えるんですよね、うん、であとはそのどんな手帳にも月間のページみたいなのあるじゃないですか、はいはい、でそれをやって、まあ、例えばイベントが入ってきたりとか、うん、まあ、その集大のやつをもうちょっとざっくりと月間の単位で見るみたいな、つまりカレンダー全体像を見る機会っていうのを増やすと、まあ、嫌でもあなるほど今月の半分まで来たなとかっていうことは意識しやすくなりますよね、うん、まあ、スマホカレンダーとか手帳、まあ、どっちでもいいとは思うんですけど、そういうふうに今自分が大きいスケジュール感の中のどこの位置にいるんだろうみたいなのをまあ見直すきっかけってさ、うん、とりあえず見れば無理やり意識ができるでしょうみたいなことはあるのかもしれないですね、うん、はい、ということで、まあ、気づいたら2月末になっちゃってましたというそこのあなた、まあ、ぜひですね気づいたら3月末になってましたっていうことを繰り返さないためにまずは3月末までねこの動画を参考に何をやりたいのか、それを週単位とか日割りで落とし込んでいくと大体どんな感じなのか、これを見て常に今どの位置にいるのかっていうのを見ながら3月ね1日1日まあ1日ごとに頑張ることは間違いないんですけど、長期的に見るのと、まあ、短期的その日の見るのっていうのは行ったり来たりするとあしっかり3月末になったなみたいなね感じになりやすいと思うのでぜひ参考にしてみてください。でまさにねあのこんなスケジュール管理をするっていうのがまさに武田塾なので、はい、ぜひねその自分でやるのちょっと無理だよっていう清水先生方の猫はねぜひ武田塾の無料受験相談活用して自分のねスケジュールを作ってみてもらってください。いきます。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。